ナチナジは、エリックアイドル作の、モンティ・パイソンによるスケッチ。放題には、このお、チョンチョンも用いられる。現代は、キャンディド・フォトグラフィーだが、英語圏でも、ナッチナジナじの名称で親しまれている。ナオコのナジとは、注意を引くため肘を軽くつつくとの意味であり、ジーニアス英和辞典の同項目には、例文ナジナジの意味として、前言の性的な含みに注意を促す表現との、 解説が付けられている。このスケッチは、空飛ぶモンティパイソン第一シリーズ第三話、遠くから異なる種類の木を見分ける方法で放送された。スケッチの作者でもあるアイドルと、テリー・ジョーンズによるパブでのスケッチである。日本では、ナッチナッチの訳語である、この、チョンチョン、が、アイドルの声を吹き替えた、広川大一郎の傑作ゼリフとして知られている。パブの一席に、 若い男と紳士が座っている。紳士は隣の男に構わずビールを飲んでいるが、突然若い男が彼を質問責めにする。どうやら、紳士の妻について聞きたい様子だが、わかってるんだろ、ちょんちょん、言うな、言うなとまくしたてるだけで話が進まない。紳士は男を押し売りと勘違いするが、男は構わず喋り続ける。奥さんスポーツやるの。 と話を強引に水着の話へ持ち込んだ男は、紳士に奥さんのあらわな写真あるんでしょうと持ちかける。ついに紳士は、勘認袋の糸口が切れ、ジョッキを置いて何か聞きたいのか、と男に問う。すると、今までまくしたてていた男は急にモジモジし始める。男は、やっとのことで奥さんと寝たことあるの、どんな感じと聞き、紳士の顔が大写しになって、 スケッチは終了する。このスケッチは、1971年のスピンオフ映画、モンティ・パイソン・ド・ナウでリメイクされている。1974年のライブ、ライブ・アット・ドルリー・レーン。1980年のライブ、モンティ・パイソン・ライブ・アット・ザ・ハリウッド・ボールでも演じられた。また、テレビシリーズ、ミッドナイト・スペシャルに、パイソンズが出演した際にも演じられている。この、 スケッチの書室では、スケッチの前に子供インタビューとして短いつなぎスケッチが置かれている。ここでは、アイドル、ジョーンズ、ペーリンの3人が小学生を彼らにインタビューするテレビマンをクリーズが演じている。インタビュー中にアイドル演じる小学生は、自分がこのスケッチを描いたと述べ、そのまま、ナッチナッチのスケッチへと繋がり、つまりこのスケッチは、 小学生が書いたという設定になっている。モンティパイソンナウにおいては、次のシーンでジムにつながり、修道所に噴して、ローイングエルゴメーターに乗ったテリー・ギリアムが登場する。次のスケッチは、フルーツから身を守る方法である。パブの迷惑客として、アイドルが演じた。このキャラクターは、後のエピソードでも、アーサーネームとして何度か登場している。 例えば第一シリーズ第9話ありのご紹介最終スケッチの招かれざる訪問者たちなどである。2014年のモンティパイソン復活ライブでは、このスケッチに続けて曲なじラップが流された。この曲は、恐怖のブラックメールとこのスケッチ用に新しく編曲されたものである。この曲には、アイドルによるスケッチ中のセリフがいくつか使われている。 また直前のスケッチはアホ踊りである。このスケッチはもともとアイドルがロニー・バーカーの別の番組のために書き下ろしたものだった。このスケッチは後に脚本からカットされてしまった。アイドルはこのスケッチが放送に適していないとして脚本が拒否されたことを素直に認めている。このスケッチはパイソンズの作品中で明確なオチのある数少ないスケッチである。 アイドルの声は、広川大一郎が吹き替えていたが、広川説とも言われる彼の軽妙なセリフを聞く上で、このスケッチは代表作として知られている。鳥、ミキは、アイドル自身も言葉遊びの多いセリフを書くが、広川のセリフはそれを吹き替えで再現したとして、絶賛している。エルビス・プレスリーは、モンティ・パイソンの大ファンであった。アイドルや、ニール・イネスが参加した、パロディバンド、 ザラトルズの DVD 特典では、アイドル自身が、ナッチナッチは、プレスリーのお気に入りスケッチだったと語っている。アイドルは、ブレイクアウェイチョコレートバーのテレビ CM でこのスケッチを、再演している。最後のオチでは、この商品名がコールされた。ライブアットドルリーレインではこのセリフをしっかりと聞き取る、ことができる。ありがとうございます。